当たり前さんで、はい、今日は実際に出しましたと。はい、確かにお預かりいたします。特に、まあ、今年ならではの話としては、一つはこのエネルギーの問題、またもう一つ、中小企業金融円滑化法の再三延長の適用が切れるということで、その適用が切れる、まあ、来年度、新しくいろんなことを挑戦する企業に対するお手伝いというものに力をシフトしていきたいと思っておりますし、まあ、なおいろんな意味でサポートを必要とするところには、まあ、この円滑化法単発ではなくて、まあ、関係する機関が一緒になって進めていくということに対しては、なんか支援をしていこうかとか、そういう、 こう条件付き支援みたいな、そういったこととかもですね、これから考えていったらどうかという議論を今しているところで、高等専門学校、はい、非常に大事だと思っておりまして、やはりあの、まあ、加工食品の集積が少しずつ海の方も水がいいもんですから、ご存じのように増えておりますが、しかし そこで働く人のやっぱり資質をもうちょっと上げていかないと付加価値が、つかないと、まあ、先ほどお話しあったように進出企業もおそらくそういうことがあっていると思います。本当にそのサービスしかり、またものづくり人材しかり、そういったものに必要な人たちをいっぺん県外に出てしまうと、なかなか呼び戻すっていうのがよいしょって感じになるもんですから、県内で育っている方が、県内の企業や事業所にとっては必要な人材確保につながるということがあると思いますので、そこもまた引き続きいろいろ考えていきたいと思います。